日本の高校にいると本当に、ね、思考が奪われてしまうことが多いと思うんですよ。学校が終わった後部活で夜遅くまでみたいなのを繰り返しで、僕の場合は結構文句を言う時間というか、ネガティブな感情を持ってる時間が長かったので、ここを早い段階で切り替えて、そのバークレーが持っているリソースっていうのをちゃんと使い切れてないって言ったんです。ただ単に完全に受動的になってたんですね。ではちょっとしくじりの方をお聞きしたいなと思うんですけど、やっぱり人生で、まあ留学してもそうなんですけども、高田さんのしくじりからこういうふうなしくじりを回避する、もっとより良い留学が実現しますよっていうものをぜひ学んでいただきたいなと思うので、まあランキング形式的に3つですね、いただきたいなと思います。自分が高校生の時のことを思い出して何が言いたいかっていうことで多分言えることが一つあって、日本の高校にいると本当に思考が奪われてしまうことが多いと思うんですよ。クラスの勉強をする、プラスその学校が終わった部活で夜遅くまでみたいなのを繰り返し、で、しかも土日は部活の試合とかで時間が取られて、で、僕の今高校時代振り返ると、ちなみにサッカー部だったんですけど、その勉強を学校にしに行く、またはサッカーをする以外ちゃんと考えてきてなかった、なんとかなるだろうみたいな変な自信というか、根拠のない思い、危険ですよね。それは本当に。考えることをやめていた自分を今思うと覚えてるので、難しいことではあると思うんですけど、早い段階からというか、その考え甘くないっていうのを気づかせてあげたいですね。だから、もしなんかこう、勉強部活の繰り返しだった場合、そこに一つ新しいことをやってみたりとかすることで、考え方とかやりたいことが変わるきっかけになるのかなって思います。よく本当に、留学のメリットって何ですかってザクバーに聞かれたりするんですけど、理由はさっきのことですね。同じようにやったら同じようにしかならないと。ただ誰もがやってないように一緒に行くっていうのは、もちろんその情報があまりなかったりとかってあるかもしれないですけど、その辺で尖れるってことができるんで、特にこう世の中が求めているスキルとか、そういうものに対して留学っていうのは非常にマッチしたような経験、スキルっていうのを与えてくれるんで、やっぱりそこは早い段階から気づいておけば、一定にストレートで UC バークに行けたかもしれないしとか、そういうところの可能性っていうのはもっと出てくるのかなっていうのは、すごく聞いてて勉強になりましたね。ここで少し留学希望者必見の AI を使った留学情報サイトをご紹介させてください。すべて完全無料で留学生が使える奨学金がわかる。現時点でどの大学に入れるかわかる。卒業生の就職実績がわかる。ぜひ概要欄をチェックしてみてください。もう一つの後悔じゃないですけど、一つ思い当たることは、この2年生大学を始めた時だったんですけど、やっぱりこう期待を思っていくじゃないですか、アメリカっていう新天地に。で、期待と現実のギャップがあるんですよね。その時に僕は結構周りのせいにしてたんですよ。僕がこのカレッジに来てしまったから、僕が今このシアトルのここに来ちゃったからこういうことが起こってるみたいな、なんか解決しようがないことに対して怒ってたんですよ。そういう周りの環境のせいにしちゃうと何も解決しなかったんですよ。何ヶ月か経ってやっと、あ、だったら別にカレッジの中で何かする必要ないじゃんってことに気づいて、そこから僕は初めて学校の外でのそういう学生団体の活動とかを始めたんですよね。なんかそういう悩みを持ってる人がいるかもしれないし、これからそういう悩みを持つかもしれない、特に留学する人とかっていう。僕の場合は結構文句を言う時間というか、ネガティブな感情を持ってる時間が長かったので、そこを早い段階で切り替えて、だったらじゃあ何ができるんだろうとか、そこの転換をもっと早くできたらよかったなっていうふうに思いますね。これはハースに移ってからの1学期目のお話なんですけど、もちろんずっと勉強したかったところで勉強できてすごい楽しかったんですけど、ユニバーシティのクラスとカレッジのクラスのスピード感とか情報量の多さって圧倒的に違うんですよね。で、そうなった時にこう結構守りの体制に入っていて、僕は最初の1ヶ月ハースが提供するケースコンペティションだったりとか、こうイベントとか、まだ最初の1学期忙しいからっていうのを言い訳にして結構そういうのやってなかったんですね。そのバークレーが持っているリソースっていうのをちゃんと使い切れてないたんです。ただ単にそれこそさっきの言葉を使うと完全に受動的になってたんですね。本当に後悔だなっていうのを思ってて、そのクラス以外の学びの場ですよね。圧倒的な何かこう目標が達成した時ですかね。目標達成した時の次の目標の立てる速さとか、達成した喜びに浸ってる時間って別に何も生まないんですよね。そこを瞬時に切り替えていけるようにしたいっていうのを去年、最初に1学期終えたことから。ありがとうございます。かなり後輩の人にはそのしくじりを防ぐっていう意味ではいいアドバイスになったかなと思います。アメリカの心理学がすごい、日本の心理学よりも30年進んでるって言われてるのを聞いて、私の知っている中でも半分以上は変異しているので、何かイベントやるってなったら、とりあえずビーチに行こうみたいな感じだったので。